あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。あっこに誰かおるね。ちょっと待ってよ。うわ、すごいな、おじさん二人が並んで作りよる光景が。あゆね、新しい町にショーターから聞いたのだが、雪の兵が魔物に捕まっていた、かつてドムドーラと呼ばれた地方には、多くの宝が隠されたピラミッドなるものが存在するという。メルキドロクによると、そこにある火を吹く石像があれば、もっともっと強力に町を守れる、とんでもない防壁が作れるようになるのだ。石の守りよりも強くなるってこと。アイナ、頼まれてくれ。この町の防壁をさらに強力なものにするために、ドムドーラにあるピラミッドから火を吹く石像を2体持ってくるのだ。火を吹く石像は恐ろしく硬い。強力な武器を持って収集に向かうんだぞ。コンパスに目的地が表示された。もうなんか、ね、ショートは大活躍やん。ってことは武器をなんだ？変えていった方がいいってことだよね。ってことだから、大金槌に変えればいいってことかな。あ、待って、入れ替えでこの大木槌と入れ替えとけばいいってことかな。ん？今の入れ替えっていうのはあれだよね。別の方やったよね。こっちを外してからの、こっち装備だ。オッケーオッケー。はい、じゃあ、こっちね、砂漠の方に、旅立つ。はい、到着。で、目的地は、遥か先。とりあえずまっすぐ行けばいいってことね。ここのエリアはね、あれよね。サソリがね、すごい厄介やけんね。あ、ほらほらほら。左の方におる。あ、正面にもおるわ。とりあえず、ピラミッドを目指すっていうことなんやけど、あれかな？へいへい。お、すごい。結構強くない？武器が変わったけんかな？やっぱり。もうピキーンとかって言ってさ、寄ってきよったらひどい目に遭うよ。っていうちょっとした忠告。てはい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 。もうね、結構装備とかも強くなったけん、装備じゃない、防具とかも強くなったけん、あっ、ここにほら入り口あるやん。あれピラミッドやないね、形的にも。どうやって行けばいいんやろ。おっ、あぶねえ、あぶねえ。ほら、多分あれやろ、水の上歩けるんかな。ね、渡っていくしかないっぽい。あ、ほらほらほら、渡れる。普通に渡れるわ。あ、サソリの色が違う。こっちか。こっちのサソリやね。前に、ちょっとしたボス戦みたいなになったやつ。これやない？多分。なんか3人ぐらい人がおるよ。ね。こんなとこに人がおるもんなん？お、ピキーンって言った。もしかして後ろからサソリ追ってきよったりとかする？ん？なんかここだけ壁違うくない？ねえ、違うよね。壊せた。土になっとったね。この先、ちゃんと道が続いとる。ってことは、なんかありそうじゃない？この先にあるってことかな？何もない。まさかの何もないけど。てか、さっきからピキンピキン何が言ってるの？こっち？あ、こっちにもツタあるじゃん。あ、こっちは通路がつながっ、見えねえし。宝箱！何これ？初めてメルキドグリーブを手に入れた。自分で拾わんといかんのやね。
宝箱を取ったら自動的に取れるとかじゃないんや。メルキドグリーブって何？メルキドっていうなんか土地の名前ついてんやけど。っていうか私はどっちから来たよ。どっちから来たんだよ。迷子か？あ、ここにもなんかある。これは？初めて暖炉を手に入れた。やった、暖炉やって。ちょっとずつちょっとずつ、私の街は賑やかになっていくよ。ねえ、今度は温まることができるように。まあ、別に今の状態でも十分、間違えた、こっちかな。十分ね、焚き火とかあるけん温まれるとは思うんやけど。こっちの方向？なんか、ね、3人ほど人がボソボソと言い寄る感じが。あ、こっから入ってきたよね、私。んで、あ、階段。ん？こっちから来たんじゃないよね、私。え、なんかおる、なんかおる、なんかおる。人？人やね。ん？周りにも人がおる。何ここ？ああ、なんて神々しい石像でしょう。間違っても持ち帰ろうなどと思ってはなりません。石像？あ、あれや。え、でもあれを私は持ち帰りに来たんだけど。人間の時代はもう終わりだ。さあ、あんたも火を吹く石像に祈りを捧げな。何？怪しげな宗教みたいな。この火を吹く石像に祈るからこそ、僕たちはこんな砂漠でも生きていけるんだ。てか、こんなに人いっぱいおるんやね、ここ。よいしょ。ほら、いっぱい。話しかけても反応がない。無心で祈りを捧げているようだ。おう、魔物の頂点に立つ竜王様こそ、我々が崇めるべきこの世界の神なのだ。もしかしてこれってさ、人の形した魔物とか言わんよね。え、なんかそういうのさ、ありえることない？魔物の頂点にとか言ってさ、こいつらも魔物ってことやろ。話しかけても反応がない無心で祈りを捧げているようだ。今や魔物こそこの世界の王者なんだ。人間は魔物たちに従って生きていくしかないのさ。ほらほらほら、もうなんか怪しげな雰囲気がプンプンと。火を吹く石像の前に立つなんて恐れ多いこと。そんなことをすれば裁きの炎に焼かれるでしょう。あの石像の前に立ってはいけない。話しかけても反応がない無心で祈りを捧げているようだ。ってことは何か起きそうな気がするけど、これを持ち帰らんといかんのよね。普通に手に入れてしまったんやけど大丈夫？ね、普通に手に入れちゃったんだけど、みんなまだ祈り捧げよりよ。ああ、我らの祈りを妨げるとは、人間め、許しはせぬぞ。え、待って待って待って。超待って。これさ、これさ、これさ、逃げていいやつだ。逃げていいやつかな。助けて。ちょっと待って。助けてってば。これ、外まで逃げてっていいやつかな。ちょ、助けてくださいまし。こっちの方向で合っとる？あ、合っとる合っとる合っとる。逃げちゃえ逃げちゃえ。逃げちゃえ逃げちゃえ。お、魔物の気配が消えた。あいつらは外までは追ってこれんってことかな。ね。あー、待って。へい。なに、キメラの翼をかざしたらなんか、キメラの翼を使って拠点に帰りますか？ほい。あ、なるほどね。キメラの翼をかざしたらじゃなくって、夜が明けてきたんだ。びっくりした。よし。はぁ、ちょっと、ね、怖っ。ボッコボコにやられるかと思った。どこよ。ロロル、どー、あ、あっこ？ここか。見えねえし。あ、いたいた。おお、素晴らしいぞ、アイナ。火を吹く石像を運んできてくれたのだな。めっちゃもう命からがらだよ。これさえあれば、メルキドログに書かれた鋼の守りが作れるだろう。
鋼の守り、石の守りの鋼バージョン、いいやん。ん？そんな凄そうなものを作って平気なのか、だと？っていうかね、この石像を盗んできた時点で、ここはすごく狙われるような気が。あゆなよ、我が輩もロシア雪の日から聞いたぞ。町を発展させれば、巨大なる魔物によって町が滅ぼされるという話であろう。発展させれば来るのか。ぬわはは、お主はまさかこんな話を真に受けておるのであるまいな。心配するな。お主のものづくりの力と、我が輩の頭脳、そしてメルキド力があれば。頭脳、頭いいんやっけ。メルキドを復活させ、この地域を支配する魔物の親玉を倒すことも夢ではあるまい。我が輩にすべて任せておけ。わーはっは、くわーはっは、ごほ、げほ。全然頭良さそうじゃないな。クエストコンプリート、キメラの翼3つ。っていうことだ。この二人はあれかな。やっぱりおじさん同士すごく気があったりとかするんだろうか。ね。まあ、とりあえず、ほい。今回はこの辺で終わっておきたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォロー、よろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを変えさせていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかみんながすごくさ、カメラを意識して何回も行ったり来たりしよる通行人っていう感じ。